吉谷の流儀213条ですかね。はい。今回はですね、ライブ放送を、まあ、1000回以上やってるんで、1000回以上やった結果にしましょうか。まあ、2000回やってると思うんですけどね、2000回にしましょうか。2000回やってると思うんで、普通に。ライブ放送2000回以上やった結果にしましょうか。はい。僕ね、別チャンネルでライブチャンネルっていうのがあるんですよ。で、今そこでライブはしてないんですけど、昔そこでも千何本やってるし、で、なんだ、R34 マガジンでも、なんとか研究所とかね、なんかいろいろライブやってますんで、で、今はやってないですけど、で、最近ね、なんでこの話題出したのかっていうと、最近ライブやったんですよ。で、僕は面白かったですね。そう、久しぶりにやった、あ、こんな感じだったなっていう。そうで、僕自身も R34 マガジンでライブやって面白いなと思ったのが、その投げ銭機能っていうのはできたじゃないですか。途中で、多分途中からできたと思うんですけど、これね、僕でも投げ銭していただける方がいて、マックス5000円ぐらい投げ銭していただきまして。そうで、まあライブね、やった方がいいですよ、最初、初動は。今僕やってないんですけど、まあ今年から僕、金麦研究所っていうね、ライブに関しては有料ライブをしようかなと思って、まあ月額サブスクの390円で、390円サブスクで払っても吉谷さんと一緒に酒飲みたいっていう人だけとライブするっていうね、もう囲ってくっていうね、信者の集いみたいな、まあ、信者しかいない集いって面白くないですか。信者しか、だって390円払う人って、まあまあ、仕切り高くないですか。だってお酒飲むだけですよ。まあでもね、キャバクラ行ったらね、席料390円ってないでしょ。お通しでもそのぐらい390円ぐらい取られるんで、まあ誰と飲むか、どんな場所に金払うのかっていうところで、まあテストでやってみますけど。で、その、なんでライブやった方がいいかっていうところで、もう2000回以上やってね、僕がお伝えするのが、やっぱりその、結局ね、お客さんとの、その、心理学的に言うならば、ラポールというか、接触回数イコールラポールみたいなもんなんですよ。で、どういうふうに接触するのかっていうのもこれ大事なんですよ。接触回数なんだけども、その接触をどのようにするのかっていうところで、ライブのいいところって、その時間をね、まず共有できるんですよね。で、リアルタイムでやり取りができるんですよ。で、これって、昔はライブ、まあ僕、ユーストリーム時代からやってますけど、まあ、昔はなかったわけですよ、そんなに。今はどこもかしこもね、あれも出てきた。前田さんが作ったやつ、ショールームか。ショールームとかも出てきたし、なんかもうライブ別に、まあインスタライブとかもね、もうインスタ写真じゃねえかって話なんですけど、普通にライブできたりとかね。そう、だからインスタライブもね、結構ね、芸能人の方もやったりとかしたりとかしてますけど、ライブをそうやることによって、その、より近くでこう接触できるっていう。で、これをなぜやった方がいいのかっていうと、結局そのラポールですよね。信頼関係とか、こう構築する上で、で、大事なんですけど、もっとマーケティング寄りで言うと、ライブに参加した人っていうのは、またライブに参加したくなるんですよ。その参加した時の面白みとか体験っていうのが面白いので、また参加したくなるんですよ。例えば、これがそのアーティストさんのライブとかもそうなんですけど、MP3 なんかいくらでも聴けるじゃないですか。今 YouTube でも無料で聴けるし、音源なんて別に無料で聴けるわけですよ、今なんか。ね。あとはサブスクで、その Amazon Music、Apple、iTunes Music とかいっぱいありますけど、いくらでも音源なんか聴けるわけですよ。だから、もちろんライブで歌ってる歌っていうのは、ちょっと、まあ、違うかもしれないですよ。ただし、じゃあ歌詞がね、全く違うかっていうと一緒じゃないですか。まあ、その、一応、その、音符とかも全部一緒だろうし、ただライブで生で歌ってるんで、ちょっとそのアーティストさんの、その状況によっては、声が高いとかね、低いとかなんかあると思うんですけど、一緒ですよね。MP3 で聴くのも、ライブで聴くのも一緒なんですよ。だけど、なんでじゃあライブに行くんですかって話なんですね。なんでファンの人はライブで聞きたいと思うのか。それはそこに行くと楽しかったりとか、生で聞いて参加する。で、それによって
聴いてる曲が一緒だったとしても伝わり方が違うんですよ。感じ方だったり伝わり方が。でそれを体験すると面白いからまた行きたいってなって、またライブ、こう行ってわしょーわーみたいなやりたいわけですよ。だからそれを iPhone 一つでね、まあ今はスマホで配信する場合はチャンネル登録数1000人ぐらい YouTube はないとダメですけど、まあ別にパソコンあればね発信できるわけですよ。だからまあ初期の段階っていうのは、まあ Facebook ライブとかも、一時期ね Facebook ライブもね、まあ僕今 Facebook やってないですけど、なんかライブ機能が実装された時ライブするとね、めちゃめちゃそのリーチ行くってことで、みんなかしこもライブやってたんですけど、まあ今ライブやってる人少ないですよね、多分。まあ僕 Facebook 離れちゃったんで分かんないですけど、だから初動は絶対やるべきです。絶対に初動は。で僕はライブそんなに今やってないですけども、まあワンツー動画も常にやってるんで、だからそれもどういうふうにその動画を使ってどのように伝えるかじゃないですか。一人に対してメッセージを伝えるのか、伝わり方が違いますよね。全体向けにこう発信していくのか、それともピンポイントで一人に発信していくのか、同じ動画なんだけど伝わり方が違うんですよ。感じ方が違うんですよ。だこれがミソで、だこれをなんか理解した上でしっかりとその自分のビジネスに組み込んでいく。だからキングコング西野さんがねすげえうまいなと思うのが、だからね、あの1万冊のサイン本、1万冊のサイン本をしてる風景をライブでやってたっていう。だあれはねもう多分もう染みついちゃってるんでしょうね、マーケティングというか。まあもちろんその自分では分かんないですよ、これは西野さんしか分かんないですけど、なんだその精神衛生上っていうなんか言葉を使うんですけど、精神衛生上でライブしてるのか分かんないけれども、でもそれをやることによっての効果っていうのも知ってるはずなんですよ。わかります。だから1万冊のサイン本を書くって裏方業じゃないですか。でね、裏方業って裏のままなんですよ、誰も知らないんです。だけどそれを見せることによって、あ、こういう風にして書いてるんだっていうサイン本の価値が上がるんですよ。そのどういう工程で作ってるのかすげえなみたいな、こうやって1万人作って書いてんだみたいなっていうサイン本の価値が上がるんです。わかります？で、僕はそれを、まあ昔からまあマーケティングとかも勉強してたし、いろいろやってたんで、だからなんだろうな、あの、ワンツー動画の最初あたりとかは、その、まあ配送するところを映したりとかね、その裏方ですよね、どうやって配送するのかとか、まあ、その YouTube の昔の赤版、YouTube の昔のやつ赤版食らってるんであれですけど、なんかね、その本を出版した時ですわ。この本を出版した時に、ね、なんかその50人か何十人かにサイン本送りますみたいにやったんですよ、僕も。でね、めっちゃ大変だったんですよ。一個一個、まあ僕スタッフ一人なんでサイン書くじゃないですか。でそれを梱包してっていう、これ大変なんですよね。50個梱包するってサインも書いて、で一つ一つやるっていう。でそれを全部動画で収めて、でお待たせしましたみたいな感じでやったら、じゃあ実際どういうお客さんからフィードバックがあったかっていうと、ちょっと配送が遅れちゃったんですよ。でもまだですかみたいな。まあその動画を公開してどういう風になったかっていうと、すいませんでしたみたいな、いやこんなに大変だったんですねみたいなっていう、その価値が上がったわけですよね。わかります？そのまあサイン本の配送が遅れてる理由だったりとか、吉田さんだって積み上げで50個のね、あの黒猫ボックスか、こんなんあるわけですよ、50個は貯めると。ね。で、それ映像で届けることによって、そういうリアクションですよね。だから、遅れた理由も、あ、そういうことだったのかとか、あ、大変だったんだなとか、すごい思いしてやってくれたんだなっていうのが分かるわけですよ。だから、要は、まあ、西野さんも言ってますけど、今は、あの、作られたものではなく、その、前段階のものが売れるみたいな。分かります？なんかそういうこと言ってるんですけど、まあ、まさに本当その通りだなと。前、だから要は、それを作る上でどういう過程プロセスがあったのかっていう、ここに価値がある。ここが面白い。裏方の部分。で、この裏方の部分は今まで裏だったんだけど、今は、表に出せるわけですよ。やり方によっては。ね。まあ、ライブ使うとかやればもう、ライブでできるわけです。一瞬で。まあ、動画も撮れるだろうし。そう、だから僕が、だから結構ね、僕の
プロモーションの対談動画とかね、僕が意識してるやつがこれなんですよ。本当にちょっと些細なことなんですけど、その撮影のこれね、覚えておいてほしいし、まあ、使う人使え、使わないかもしれないですけど、撮影する前の風景も最初に入れるんですよ。だから鷲津さんとの対談とかも最初のこのセッティングしているところも5秒10秒入れるんですよ、わざと。こうわざとですよ。別にそれいらないんですよ。だから別にそのフェードインフェードアウトでそのこんにちはから入ればいいんですよ。ね、こんにちは、あ、鷲津さんみたいな。だけどわざとその撮影する前を映すんですよ。でそうすることによってその臨場感ですよね。あ、こうやって撮影入ってるんだみたいなところを見せることによってそこに入り込ませるってことですね。こうマーケティングですこれちょっとね超上級っすね。すいません。これはちょっと初心者の人には理解できないかもしれないですけど、できないね、上級のテクニックなんですけど、わざとそれを入れてるんですよ。だからそのドリアカの最後のビデオとかも、まあ桜島の背景を元にこう撮ってやってるんですけど、どうやって僕がその一人でね現場まで行ってカメラをこうセッティングしてるのかっていう、そこも映すんですよ、ね、でそうすることによってその物語、その映像にこう入りやすくなるっていう。まあちょっとライブと変わりましたね、話がちょっとマーケティングの話になっちゃいましたね。まあ、とりあえず、まあ、信頼関係を構築する上でね、ライブをうまく活用するといいっていう話です。はい。じゃあ終わりたいと思います。ありがとうございます。